お疲れ様です。速稼塾の暗号通貨ニュースでございます。今日はちょっと私的に嬉しいことがありまして、この動画にさせていただいております。コイン月光がね、10周年なんですよ。まあ、上の方のタブにもありますけども、コイン月光が10周年を迎えましたと。一緒にお祝いをしましょうというふうにありますよね。まあ、ここをクリックしてもいいんですけども、ちょっとクリックしてみましょうか。はい、こんな感じですよね。ゼーブとポルカドットちょっとね、応援してるところがありますけども、創業者からのメッセージもありますと。大体ね、コインマーケットキャップをご覧になっている方が多いと思うんですけども、私の場合はこのコイン月光で、こうね、暗号通貨の、まず既存情報を取ってるかなというところです。それでね、コイン月光なんですけども、今、時価総額が429兆円ということで、一気に回復しましたね。大体これ430兆円だと、マックスなんですよ。400兆円以上だと、まあまあ、含み益が多くの方にもたらされている状態で、400兆円を切るとね、逆に言うと買い場に入るって感じですから、各暗号通貨の状況を見て買うかどうかの判断をするってことですよね。ビットコインが1000万円を大きく超えて、1000万飛んで86万4000円ということになってますし、イーサリアムも50万円を大きく超えて56万に迫る勢いです。それから XRP もやっぱり90円台に戻ってきましたし、カルダノもね、100円に向かって今上昇しているところですね。まあ、カルダノはね、100円から110円の間が、とりあえずは好ましいなと思いますけどね。それから柴犬は0.004から動かないっていうところで、まあ、これ以上で、ね、下がったりすることないでしょう。1月みたいに0.0014円とかってことはもうないと思います。だから、1月が本当に最高の、そして最後の買い場だったでしょ。で、途中で利確しましょうって言いましたけども、あの時の利確が、まあ、正解で、大体ね、投入した金額を取り出して、元本回収するわけですよ。で、その後、浮いた資金、余剰資金が柴犬に残ってると、その分だけが完全含み益ってことになりまして、全損してもね、実質損はないってことになるでしょ。まあ、そのモデルケースとして柴犬を紹介させていただきましたということで、これからもどんどんね、皆さんの利益を伸ばしていただきたいかなと思います。で、最近ではね、同時コイン、柴犬コイン、そして第3のワンチャンコインっていうのがね、犬コインっていうのが出てきたみたいですけども、まあでも第3の犬コインって結構出てますんでね、どの第3の犬コインを目につけるのか、そしてどれかが当たるのか、それとも第3の犬のコインはどれも当たらないのか、これは分かりません。はい、そして右の方、ほれ、コイン月光10周年っていうね、タグも出てます。これちょっとクリックしてみましょうか。はい、小さく出てますね。毎週のプレゼントに参加するってありますんで、まあ、プレゼントに参加したいですよね。クリックして参加していきましょう。先ほどのこの画面になります。で、プレゼントっていうタグがありますんで、ここから Join Now で参加するといいんじゃないかなってことですよね。まあ、今日はこのぐらいにしておきましょうか。別にね、コイン月光とか、そのイベントに参加することを推奨してるわけではないですけども、私はやりますよってだけですからね。それでは、お疲れ様です。